はい、ラーメン作ります。今日は本気家系ラーメンを作ります。3周年ということでスーパー3日かけて冷蔵庫を3周させてスープを継ぎ出ししたかのような熟成させたスープを目指します。からも多めで今回はオードヤチャンネルさんの動画を見て作りました。とはいえレシピではなく家系ラーメンとはどういうものかというところを聞いて自分なりに解釈して作ります。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
本気家系ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。まずは3周年おめでとうございますですね。まだ3周年なんだって気もしますけど、毎週ラーメン作れたのは本当に皆さんのおかげだと思います。また1年レベルアップしたいですね。はい、頑張ります。で、感想なんですけど、非常に美味しく仕上がりましたね。燻製されたチャーシューをタレに漬け込むことにより、燻製の香りがタレに移り、なんかタレに肉感を感じて美味しいですね。で、燻製感もありって感じですね。スープも美味しくできました。いやー、すごいですね。柄感がすごいです。骨って感じです。まあ、ちょっと粗めにして、ちょっとザラつきというかサラサラ、なんかお店でもなんか洗いざるに通してやってたので、ちょっと真似してみました。まあ、そんなところでしょうか。まあ、今回王道屋チャンネルさんの動画見て、まあ、自分家系ラーメン好きなんですけど、そんなに食べないので、よく早稲田の武道家さんとかは割と行ってましたね。中野の武道家さんとか、なんか友達とよく行ってました。でも本当になんか直系だとかそういうのは全然知らなかったのですが、横浜家系ラーメンと何かと言われて、確かに不明確な部分と言いますか、まあ、定義が、まあ、なんていうんですか、ほうれん草だったりとかしか知らなかったなと思ってて、まあ、だいぶ端折りますけど、まあ、やっぱ家系ラーメンはやっぱり家で作れないっていうのが、その厳密な家系ラーメンっていうのはやっぱ作れないなというのが結論ですね。ただ今回のラーメンはちゃんと家系ラーメンしてたとだいぶ近いなっていう、やっぱりそのなんていうんですかね、店の雰囲気からやっぱ家系ラーメンっていうのは必要というか、要素として必要っていう、まあそこはちょっと、まあだから要は今回のラーメンは家系風ラーメンですね。まあ豚骨醤油ラーメンでもあるし、だから結局そうなっちゃうんですよね。まあとりあえずチャンネルの方を見てほしいです。やっぱり吉村屋さん発祥のラーメンから、まあ、伝統を守ってきたラーメンで、まあ、広まれば広まるほどやっぱり何が本物かとかやっぱ気にしなくなる人も多くなっちゃうし、分かりづらくなってくる中で、まあ、自分もやっぱり家系ラーメンこうやって作ってるって言ってたら、例えばなんていうんですかね、ほうれん草とか乗ってたら OK なのかって思っちゃうと、やっぱ神奈川県のご当地ラーメンとしてその文化的にもよろしくないと思うんですよね。なんで、まあ、家系ラーメン好きな方はそういう歴史的なところを知っておくと、お店で食べた時に楽しいと感じるのではないでしょうか。概要欄に王道屋チャンネルさんのリンクありますので、で、ぜひ見てください。まあ以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネルおうちめん TV のご飯の方もよろしくお願いします。それではまた。